はい、今回はついに戦闘機動リンケージというね最強カードが実装されたということで、今回はですねこのリンケージを活用した高校ワンキルのね、展開ルートをね初心者の方にも分かりやすく解説していきたいなと思うんですが、このレイ1枚とそれから戦闘機動リンケージ、この1枚1枚があるだけで8000ポイントのライフポイントを簡単に削ることができるようになったんですよね。で、今まで戦闘機の構築っていうのはそんなにね一気にライフを詰めることはできなかったんですが、リンケージの登場によってワンキルを狙うことができるようになった。これはもう革命的なんですよね。で、まあ戦闘機の詳しい解説に関してはね前回の動画で、アップロードしているのでそちらもね、見ていただけると嬉しいなと思います。さあまずはですね戦闘機のレイちゃんをまずは通常召喚していきます。そしてレイをねまずは攻撃するんですが、さあ1500ポイントのダメージを与えていきます。そして、戦闘機のモンスターにはですね、まあリリースすることによって、リンクさせるというねこのレイの効果を使っていくんですが、さあここでレイをリンク先にねリンク先させて、ちょ噛んでしまいましたね。でまあハヤテを展開していくんですが、ここでハヤテでねまずは殴っていきますと。さあ殴っていきましょう。でここでハヤテをね攻撃した時にいつもだとまあ戦闘魔法を墓地に落としてマジックカード3枚を供給させて戦闘機の強みを活かしていくっていうのあるんですけども、例えばそのランクマッチとかで相手がなんかガラ空きの盤面で返してきたとか、そういう時はこういうね、テクニックを使うことにワンキルになるんですが、ロゼを落とすんですよね。ロゼを落とすことによってこの戦闘機動 リンケージっていうカードがまあ、自分のね、メインモンスターゾーンにモンスターが存在しないと打てないっていうねまあ、共通効果がありつつ、まあ、自分のフィールドのねカードを1枚墓地へ送り、リンクモンスターをねレイと同じようにリンク召喚させるっていう効果があるんですが、この時にですね光属性と闇属性の戦闘機モンスターそれぞれ1体以上ね、フィールドと墓地に存在する場合にまあ、攻撃力をね1000ポイントアップさせますよっていう能力があるんですよ。つまり今の状態見るとレイとロゼっていうのがね墓地に存在しているので1000ポイントアップできますよっていうのができるんですよね。つまりリンケージを発動し、まずはですねこのハヤテを墓地に送ります。ハヤテを墓地に送りカガリをね展開していくんですが、ここで重要なのがカガリの効果で今使った戦闘機動リンケージを回収するんですよね。でこうすることによってカガリでねまあダメージを与えつつ、まあちょっと今回ね、ソロモードでまあ対戦相手のねこの新なる帝王がちょっと小賢しかったので、まあちょっとここね動いた部分あるんですけども、このカガリで殴った後にリンケージをまた使うことによってカガリをね消すじゃないですか。でこうすることによって雫カイナ出せるんですが、これでまた2500パンプでね殴ることができるんですよ。で、まあ、500ポイントね、まあ、超過しているんですけども、まあ、簡単に言うと、最初のレイの攻撃の1500ポイントダメージ。そして、ハヤテの攻撃の1500ポイントダメージ。これで3000ですよね。で、そして、ハヤテのロゼを落としてリンケージを発動するんですが、リンケージでね、生まれたこのね、カガリの攻撃力っていうのが2500になるので、カガリの2500。で、カガリの効果で釣り上げ、墓地からね、回収したリンケージを使って、今、雫出たんですけど、この雫の2500ダメージということで、まあ、簡単に言うと、1500と1500の3000と2500足す2500の2500、2500で5000、5000足す3000で8000っていうね、このワンキルルートがあるんですよね。でこれ結構ランクマッチでも結構使えるので、まあレイロゼをね早手で落とすと、これをすることによってワンキルすることができると。まあ戦闘機は結構ねいろんな展開ルートがあって、まあ早手で魔法を落とすっていうのが主流なんやけども、まあ高校ワンキルをこういう風に使えるっていうのはね革命的になったと思うので、もし戦闘機使ってる方でね知らなかった人は、参考にしていただけるとね嬉しいなと思います。ということで本日の動画はこの辺で終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。